勝負の行方。霊魂となりこの世をさまよう弓取り打ち常、クロードと手を結び光の弓を授けた。鬼が死ぬや否やクロードを呼ぶかのようにつづらが開いた。もうこの船乗りを打ち倒し、クロードは船を沖へと走らせる。哀れな魂は霧の中に消えていった。するとクロードを足止めしようと別の船が追いついた。クロードめがけて容赦なく火の矢の雨を降らせる。霊魂となりこの世をさまよう弓取り打ち常、クロードと手を結び光の弓を授けた。発射よ、クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバタール。クロードに災難が降りかかる。クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタール、対馬を制した暁には金銀財宝と住みかを焼き尽くす。イオの分身から底知れぬ力が溢れていることをクロードは感じ取っていた。わしの巻物ではないか、なくしたはずの。これで勝ったと思うてないぞ、クロードめが。打ち連れのマナカ、スクバタールは倒れた。操られていた資料兵は成仏し、対馬から離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。